なんんか新しい仕事が増えて,んてフリーーランサー自分の上司は自分だけ仕事のスケジュールは自分で管理素敵に聞こえますかあなたが自己管理能力と強い意志をお持ちならフリーランスのキャリアがぴったりかもしれません、まあ、何時から何時まで出かけていって決まったお給料がもらえますよじゃなくてこう仕事を受けて完了させたらその分のお給料がもらえてまた新しい仕事もらってみたいな 感じやねフリーランスだと今までなかったんですけどこれがアップデートで追加されたということでこのゲーム発売されたもう56年前なんですけどいまだにアップデートでねなんかこんな追加されるのすごいよね自営業ということなんですけれどもちょっとフリーランス興味あるよな受けてみたいけどよしこがもうすぐ何ていうか役者になるんやという夢を叶えるのでこれ叶えたらよしこ急に役者辞めるか <laughs> 伝説になろう シムイの伝説になるああとそうそうそうえっ、ー、とねヨシコヨシコちょっと待ってちょっとこうしてヨシコさ君さセレブ力上がりすぎてさ鳥巻き呼び出せるようになったよね鳥 <laughs> 巻きの中にベネッサ <laughs> ベネッサのこと鳥巻き呼ばわりしてるやん <laughs> うわ来たうわ来た <laughs> 来たな俺の取り巻き<は>取り巻きちょっと人んちのゴミ箱すぐ入ってポルターガイスト現象を起こすのやめてもらっていいかな <laughs> 今日君を読んだのは別にこう一緒に遊ぼうっていうわけじゃなくて <laughs> めっちゃ選択してくれるやん取り巻きの人取り巻き幽霊 <laughs> ありがとうな助かるわ <laughs> あ取り巻きって雑用やってくれんの なるほどこういうなんか片付けだったり洗濯だったりあと掃除とかこういうのって本来あのお金払ってメイドさんみたいなお手伝いさんみたいなのがおってお金払ったら呼べんねんけどあそれを友達に無料でやらすことができるってことなるほど便利やわ取り巻き予ぼ大丈夫かなかなえ心臓止まらんかな <laughs> 起きたら家に幽霊いてるけど <laughs> これ片付けでマシューしつこいっ,ったろか一回オッケーわかったじゃあヤホーマッシュー久しぶりーこれ私の彼氏のベネットーーもうこの場で急にめっちゃイチャついたろパーフェャリーオーブネットオーブ マシューの目の前で死ぬほどイチャついたろ。なんか、あらブラブやええわなよりそう。うわ、何を付き合ってかるこの絵デブこの絵デブ幸せ太りやめろ、お前。もう、な、見ちゃいちゃついてるやん。イチャついイチャつイチャつき、イチャつイチャつき、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 イチャイチャつイチャつき、 そしてイチャつきいけ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 きけい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 けなけい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 けマシューがついになんか, <laughs> なんかようわからんセレブと急に打ち解け始めたあ本物のセレブやな本物のセレブやしなんかちょっといいですねベリーショートでかっこいい感じの友達になっとこうかちょっとごめんなさいねめっちゃイチャついちゃっててあすいません長谷川さん長谷川さんすいません目の前でクソイチャついてしまって <laughs> そしてよしこいやーちょっとどんどんファンが集まってくるなかなえデブえクソデブやんけお前どうしたこれはあかん <laughs> バーンズくんもうどうしていいかわからなくなって半笑いで立ってる <laughs> かわいそう <laughs> あなんかよしこの噂してるいや僕ね実はよしこさんと長くさせてもらってて まあ当のよし子は新しい彼氏とめっちゃラブラブやけどなああちょっとかなえさん痩せましょうかいやごめんね最近せやよねずっと映画化してばっかりやったもんねそら太るよねおおなんか上もんがはしゃぎまくってるお姉にはちょっと頑張ってもらって <laughs> その間に片付けとかあ,あとお姉の服洗濯かに入れたりとかなんかあれ 洗濯物をクリックしたときポケットを探るみたいなのが出てくるんねんけどそれをするブードゥー人形 <laughs> それするとなんかポ、あのー、洗濯物から小銭出てきたりすんねんだけどまあ小銭やからええわこのブードゥー人形まだヨシコに縛り付けられてんのかはめんどくさい乾燥機を押して乾燥機やって糸くずフィルター掃除して洗濯機の中身乾燥機に移して電源入れてでカゴに入ってるやつ洗濯機に入れてみたいな 一連の流れめんどくさいこれ今は大丈夫やけど、ヨシコも多分そのうち太り始めまた壊れたブドウ人形ブアドウ人形うわ<ー> <laughs> 感情爆発や爆発寸前これあれかセレブの悩みかまあ、なんか定期的にこんな感じで 怒鳴り散らすみたいなこれだけやけど面倒ではあるな直図フ,フィルター掃除する V2 <laughs> 人形はもうダメだこいつはもうダメだあれよしこどうしたえんルークとおしゃべりするえ急にどうしたルークどこえルークどこえルークルークどこや 何してんの何お前秋ァから落ち葉集めてたんだ。火をつける。暑い,い急に火つけたらやばいよ。火をつける。うるせえ。私はやるんだよ。よし、やってやったぜ、おら。 おさらに行けせやアゲオラもっと行け <laughs> 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 大丈夫かお前な <laughs> んでそんな火をくべ続けんの <laughs> <laughs> もうええやろお金を燃やす<笑>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 そんなことするか <laughs> <laughs> あれあ <laughs> あれメシ食いに戻った <laughs> 人が集めた落ち葉に火だけつけて <laughs> 飯食いに帰ってきたこいつ何やったんや起きてんから急にルークスしゃべらなみたいな感じで何やったんやろドリアーもう痩せるまで止まれへんから24時間耐久で走らすからなあそういえば絵とか描きかけやったなュガか <laughs> 痩せた <laughs> ドロッドロに汚れたけど痩せた <laughs> そうかやっぱり痩せるためには8時間ぐらいノンストップでひとすら走り続ける人があんねんなまあ皆さんかな見てもらったら一目瞭然やと思いますけどそういうことですよはいいいですかこれを取って乾燥機に入れます乾燥機を乾かします次に洗濯カゴから洗濯機に入れます そしして、洗濯機を動かしますはいお,お姉ちゃんが絵画スキルカンストした偉大な芸術家になりました <laughs> ほんまか1週間ぐらいやけどな絵描き始めてから <laughs> 逃げ1週間ガシれば何とでもなんねんなそのままの流れで妹ちゃんも演技スキルのレベルが10になった よーし、これで願望をついに達成。名女優になりました。これで姉妹揃って一番最初に当初の目的やった夢は両方とも達成したね。名女優になるっていうのとお金持ちになるっていう夢。じゃあ妹ちゃん急に役者辞めます。えーっと、フリーランスになります。<laughs> 急に。どうしよう。フリーランスの。 ライターとかになるプログラマーは急には無理やろえー、彼女は銀幕の星をやめることになります。OK! <noise> ふーんよしこさん、エージェンシーから連絡です。選べる仕事がたくさんたまっているので一度チェックしてみてください。オッケー寝てまーす。あ、寝てても寝てても受けれないや。へえ。ー。そっかよしこ趣味で。 脚本とかやってたから執筆スキルがまあまあ高いがゆえそれなりに仕事を受け入れるえ執筆スキルレベル7とかあんのマジか期限あ期限が決まっててこの期限までにちゃんと仕上げればこの分の報酬を渡しますよってことかやるやるやりましょう今までみたいにこうあれやねねこの時間に仕事に行ってとかで仕事を無事ちゃんとやり終えたらこの分のお給料もらえますよじゃないんやね <laughs> んちょっと待てよ26万あと3万か3万かあと3万これ家具とか売り飛ばしたらもしかしたら行くんちゃうか潔いぐらい全部売ってみてんけどどうちょっと、えー、それやめてくださいかなえさんやめていただいてでえー、っとですね引っ越しするこれでございますよ これでちょっと見,見に行きましょういくらやったっけこれをここで引っ越し残りの資産1万2000円これもしかして行けます家具付き家具なしあ家具なしにしたら全然余るやんでも家具大半売っちゃったから家具付きでこうかこれ来たか 引っ越したこれがあたしたちの家えあええ家、いやこれ家上もんなー上もんなーここが今日からあたしたちの家やからなんで下着やねん なんでジャージやねんいや、それはジャージは俺があれやさせてたからや <laughs>。えこれ家 ?2 階やん、玄関。うーわー、え入り口から入ると、そこには、ふわっ、うわーお。おー。え、キッチンいくつあんねん あ、キッチンじゃないここ。風呂場や。トイレ。えバーカウンター。さらに上はテラスとどんだけ深いねんっていうプール。激深プール。さらに一階家はこれ何ちょ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 。あ、え カメえっふ布団、布団、んいやべべベッドこれサブリミナルトランスミッター <laughs> これなにこれね寝,寝てるそれとは別にちゃんとちゃんと布団もある。 これ、何えっ噴水落ち着かん <laughs> てかどんだけあんねんプールどんだけあんお何してんねんお前何してんねんお前足上や思てるやん <laughs> 自信も満々やん <laughs> えっ膝から下ビシ,ビショビショやん わ、これ何か思ったテレビかうーわえテレビ見てみてちょっとこれここに座ってうわーマジかよえらいとこ来てもうたでこれあこここれバーベキューの機械ちゃんうわバーベキューもできるここ とりあえず全然落ち着けへんからこれ売るね意味わからんしあー今のゲートがなくなるとこの部屋完全に密室になるんかこれはなんか多分殺人事件に使われちゃうなよしここの部屋丸ごと破壊して猫のトイレとおもちゃ置きましたキャットタワー置いときましたよしでとても深いトイレに行きたいなるほどでもここさ トイレとお風呂が合体してしまってるせいでさトイレ行きたいと思ったらあれなんよねでもトイレ行きたいと思った時にここで誰かお風呂に入ってた場合トイレ行けないのよななんか方法ないかなあ思いついたこれでいいだろうトイレとお風呂分けましたちょっとお風呂あまりにも壁際すぎるなちなみにこれね見て見て見てあのこのお風呂完全にノーガードでさ <laughs> 外からアホほど丸見えないよね <laughs>。お風呂に入ってると衝撃的なくらい丸見えなんですよね。まあ、だからここにああ入る手段がないえっ完全密室化した殺人鬼使われるよっしゃ、扉いっぱい設置しといた。好きな好きなとこから入ってくれ。よーし、これでええー、な。おんベイリー・ソン。あお前お隣さんかいな。ンピーマ 自己紹介なんか今更自己紹介も何もって感じやけどああ隣に越してきました本物の世界のスーパースターよしこでーすよろしくお願いしますあ寝てる姉は今なんかよくわからない無重力のやべえ機械で寝てますすいませんこれオレンジか自己紹介あれ何2人とも記憶を失ってんの <laughs> 私たちは挨拶したことあるよねあーどうもこんにちはこんにちは あオクタビアかこれ<イ>オクタビアも年取ったなノ<イ> <laughs> ックやめるわかるやろ<イ>ここにオルガょ、パパラッチ<イ>お前遠慮せ <laughs> 遠慮せ下手かお前<イ>写真の撮り方<イ>でも確かにでもオクタビア系お隣かどこオクタビア系あオクタビア系ここじゃないか一回来たことあるよな 一回来て入り口の前で食べるだけ食べて帰ったよなこれかこれのこれああ向こうお前家すんのんな買ったかなと思ったけどなかなかやなこれはでも勝者の家やな二2人ともいやー仲良くしましょうペペあれハハ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  もう興味なくなってるやん。ナ帰れよ <laughs> 自分ちでやれよ、そこやろ、お前らんち。オクタビア家の方々めちゃくちゃくつろぎだした人ちで帰ってほしい。あそれ、パソコンはパソコンないと仕事できへんとりあえず、よしこのパソコン、ここにセッティングしてんけどさ。あのさ。 1> 1階のこの2つの空間何ここ何お風呂ここでしょまあいいよそれは <laughs> それは分かったやろなんでこんな狭い空間に2つもあんの何人家族想定してんのこの家どっちか潰してかなえの仕事部屋にするかできたぜこれが新西園寺家だ えー、いいかまず、下のフロア、ここは、えっ、ー、と、入ってすぐのところ、小動物、動物エリアにしといた。ちゃんと、2人が、あの、飼ってくれたやつね。あと、なんか、すげえ世話不足してるけど、これは多分、あの、引っ越す際に、所持品に放り込まれ続けたせいやと思う。<laughs> 所持品扱いされ続けたせいやと思うけども、ちゃんとここにね、過去の、ハムスターたちが持ってきてくれたポストカード、設置しましたよ。 で、えー、ここ、寝室。寝室はなんかあんまり変えてないんですけど、あの中に、これクローゼットとかあんねんな。すごい、服めっちゃある。こんな服持ってたっけ <laughs> で、ここには、いや、よしこが仕事できるように、フリーランスやからね、今、パソコンを用意しました。で、えー、ここから、まあ、扉で移動できます。こっちはお姉ちゃんの部屋です。ちょっと狭いけど、まあ、仕事部屋やからね、いいんじゃないでしょうか。 パソコンと、えー、動画作るやつと、まあ最近音楽作ってへんし、レーベルとの契約ももうないから、ええかなと思って、音楽ステーションは売っ払いました。絵、ええ、も描けます。で、隣、ここはなんか、あの、洗濯洗濯機、ここに置くのが一番話早いよね、これね。どう考えてもね。うん。<laughs> 真ん中ですごい泉が。え、っていうか、このトイレ、前の家から持ってきたやつやねんけど、水溜まってるやん、汚っ。<laughs> 溜めたまま持ってくんなよ。 これ絶対お姉ちゃんが流してないやつやろ。勘弁してくれ、ほんまに。で、えー、この謎の布団。布団これ <laughs> いや。よう分からんけど、ここにルームランナー置きました。えー、っと、さらに、えー、っとね、お風呂でさ、服脱ぐとこってお風呂やんか。服脱ぐとこがさ、何箇所もあったら、なんか洗濯機いっぱい買わなくていかんからめんどくさいでしょ。ということで、えー、2階のお風呂をなくしました。<laughs> なくしてここはなんかポツンとど真ん中にトイレが1つそしてその横にはお姉ちゃんが高校時代に作ったあのペットボトルロケットがそしてサイオン事件につきものの間接証明もいっぱい置いときましたそんなことよりもババがババの世話が全く足りてないからちょっとババ世話だけしといて家が広くなったから単純に目的地にたどり着くまでの時間がすげえかかるな家かここ博物館じゃないのか何しようとしてんのこれ見る 何を何を見ようとしてんの <laughs> 何見てんのえ何見てんの何 <laughs> かクライアントとチャットするっていうのが出てきたからまずチャットして何か向こう側のが何を書きたいのかっていうの何ですか今の爆発音 <laughs> ババがミサイル飛ばしたバーバフーァファンタジー小説を書けばいいねんだなオッケー本を書く ファンタジー、これか。よし、書きましょう。ちょ、ど、どこ行くねよしこ、ファンタジー小説書こう。仕事やで。君も役者じゃないんやから。スター・ウォーズ。よし、頑張れ。<laughs> ああ、本格の時間かかるな。時間かかるけど、まあまあまあ。いいでしょう。んで、お姉はあ、ババにおやつを与えようとしてる。そうか、時間かかる。 このトイレ何えこのトイレ何え